フ作品278は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したポルカ・シュネル。現代そのままのジョッキー・ポルカという名でも知られる。19世紀の競馬の様子やロップ風のリズムを持つポルカである。ヨーゼフ・シュトラウスは、競馬好きでポルカ・シュネル、カリエールなど、しばしば競馬を題材として作曲を行った。この楽曲は、ヨーゼフの最後から6番目の作品で、ワルツ、 余韻の明星の軌道などと並ぶ最晩年の作品である。1870年2月17日、ブリュ・メンザールの事前舞踏会において初演された。同年3月13日、シュトラウス3兄弟は揃って、ウィーン・ラクユー協会の黄金ホールで演奏会を開いた。この日の演目の中で、とりわけ喝采を浴びたのが、ヨーゼフのこの騎手だったという。 冒頭部を使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、若宮由美、ウィーンフィルニューイヤーコンサート2014バレンボイム、ベルリン国立歌劇場音楽監督の実力を発揮。曲目解説より、カリエールハット AB 若宮由美、ウィーンフィルニューイヤーコンサート2012会員の中村、 鉄郎さんが NHK 放送にゲスト出演、ニューイヤーを語る曲目解説より、騎手、ありがとうございます。